はい、皆さんこんばんは、ルッキーでございます。今回はですね、もう早速いくんですけども、こちらなんですよ。デデン。はい、こちらはですね、嫁の iPhone です。もう結構前にね、ちょっと高めのところから、落としてしまいまして、画面バキバキに割れました。でそっから、まあ、ちょっと使えるということで、嫁がねちょっと我慢して使ってくれてたんですけども、とうとう画面がいってしまいまして、今ねうっすら映ってます。ちょっと通知とかが出てるから見せられないけど、ただもうタッチ操作が全く効かなくなっているので使えなくなってしまいました。ということで今回はこれをやっていきたいと思います。ドン、 LCD 交換でございます。ガラスだけじゃないんですね。液晶が多分ね、もう完全にこう 波打ってるというかね、こう虹色のこれが出ちゃってるんで、おそらく液晶がダメだろうと。でただ映ってはいるし、着信かければ鳴るので、多分液晶だけの問題だと思うんですね。なのでこいつを買ってみました。今回購入したのは、DRT というところの、iPhone 6S 用の液晶パネルでございます。ブラックで、お値段がですね3800円ぐらいでした。なので液晶の修理ねやるとすると3万ぐらいかかりますよっていうので、ちょっとドコモさんに言われまして、今回はこちらの液晶パネルを購入してみましたんで、これを交換していきたいと思います。はい、それではね、ちょっと中身を開けていきたいと思うんですけども、こちら、液晶パネルの他に交換する時の工具とかいろいろセットになったやつになってます。なので、まあ、これ一つあれば手順さえ守れば交換できるよっていうものになりますね。開けていきましょう。あ、こっち向きかな。でプラスチックのケースに入ってます。で中見ていきましょう。中開けると、まずはクリーンプロテクターアセスソレアサセソサ、多分液晶拭くやつですね。でこれが多分液晶保護、あ、保護ガラスだ、すごい。これちょっと置いとこう。でこちらが本体、液晶パネルになってます。なんか開けると怖いな。はい、こんな感じ。ファッサって、うん、びっくりした。傷がついてんのかと思ったら、これ表にフィルムが貼ってあるので、それについてる傷ですね。中は綺麗な状態になってます。で裏側こんな感じ。完全にもう液晶パネルでくっついてるので、こっちのね古い方の液晶の部分を外して、これをはめ込んで、このコネクタ3本かなを止めれば大丈夫という感じだと思います。でこっち側に工具がいろいろ入ってます。でAmazon のレビューにも書いてあったんですけど、これついてるんですよね、この吸盤。ガラスにこうくっつけて、こう引っ張りながら端を外していくって感じなんですけど、まあだいたいこれ変えるってことは割れてるんですよね。使えないっていうふうに書いてました。まあその辺も含めてちょっとやっていきたいと思います。でいろんなヘラみたいなやつと、ドライバーの持ち手と、ここにドライバーの先の部分がついてます。こんな感じのヘラが一緒についてます。でこちらまだ電源が入ってるんで、これをまず切ると、操作が効かないので強制的に落とさないとダメだね。ホームボタンと電源ボタンの長押しと、強制電源ダンですね。じゃあここから交換していくという感じ。まずはケース外すか。ケース外して、でこいつを外していくと。でまずは、このホームボタンの下のところにある星型のネジを2本外すよ。はい、これなくしたら大変。めっちゃちっちゃいの次に置いといて、でもう片方も外しますと。はい、もう1個も外れました。でこれで両方外れたんで、これで画面が、ちょっと浮かせられるはずなんですが、だいぶバッキバキなんだよね。外れるかな。あ、意外と大丈夫そう。ちょっとバキバキ度がすごいね。あー、ガラスがだいぶパラパラするね。ちょっと危険ですね。ちょ、ダメだね。ちょっと方法考えます。よっしゃ、やっと入った。
30分ぐらい格闘してました。もうバキバキなので全然やっぱこいつが効かないんですね、吸盤が。なのでここの端っこに無理くりこう引っ掛けてガッて引っ張ってその隙間にスッて入れたという感じでございます。難しいね。であとはこいつをぐるっと一周させてあげて、テープを取るような感じですね。ここをね、うん、大丈夫そうですね。いけましたね。いったね。いった。いったぜ。そしたらこれをゆっくり浮かす。こいつはもう液晶パネルなのでコネクタが刺さってるんですね。でこの一番上側のところでコネクタが止まってるはずなので、よいしょよいしょ、ここですね。ここ90度までパカッと開けちゃうとやばい、切れちゃうということなんで、これぐらい、このぐらいの角度で開けといて、この辺りがコネクタになってますよと。じゃあこの辺りをコネクタ抜いていきましょう。コネクタ抜くのはこいつ、あのプラスチック製のヘラであれば多分何でもいいと思うんですけど。でどれだ、コネクターの前にドライバーだ、ドライバーでここのコネクターをカバーしてる鉄の部分をのネジを外していきます。3本が短いネジで1本だけ右上のネジだけが長いという感じでみたいです。ならこれでカバーが外れますね。でコネクターを外すと、普通に浮かせて取るような感じですね。はい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 、はい、3本外れた。3本かな。大事なところが多分取れてなかった。取れました。液晶パネル取れました。コネクタ3本ですね。ここの3つ、中身はこんな感じ。まあね、いろんな動画でもう出てるんでね、なんてことはないですけど。でも上外すとすんげえ軽い。で、そしたら新しいパネルをつけていきます。で、こいつですね。あれ？ちょっと待って。なんかコネクタ違うんだけど。え？え？コネクタがなんか違うんだけど。あ、違う、ここか。え、違うよ。ちょっと待って。嘘でしょ。ここまで来て違う？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、調べる。はい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 、わかったわかったわかった。今外しました、これを。外したのはこんな感じ。で、新しいやつが、こんな感じ。で、まあ、シールみたいなやつが貼ってあるのはあれかなと思ったんですけど、ボタンのところ、ほら、ボタンが外れてない。だからボタンも移植しなきゃいけないんだ。ああ、びっくりした、合ってるわ。で、ここを付け替えた時に、こっち側に新たに渡すコネクターも移植されるんでっていう形ですね。じゃあこれちょっと移植しましょう。多分この上のパネル丸ごとパコって取れるような感じのイメージですね。コネクターじゃないや、ネジが多いな。やっと来た。さあ、あまりの怒りにね、めちゃくちゃ難しかった。センサー類を移植しなきゃいけなかったみたいなんですよ。で、今なんとか移植が終わりました。はい、移植が終わったので、最後、本体の方につなげていくだけになります。ちょっとそこやっていきます。これが難しいね。そこ刺さるんじゃないんですよね。上から押さえつけるタイプなんで、でも最初結構カッチリ刺さってたんだけどな。難しいな。やっと来たー。コネクターはまったー。オッケーだね。はまったね。オッケー。そしたらカバーをはめますと。じゃあこれで一応全部はまりましたね。ちょっと一回この状態で電源を入れましょうか。来たー。完全に立ち上がってくれれば大丈夫。最悪再起動を繰り返すっていう現象があるらしいので、それじゃなければ、よし、来たー来たー。あー、ちょっ、いや、でもこれは多分後ろにあれがあるからかな。この iPhone でタッチ ID をアクティビエートできません。タッチ ID をアクティビエートできません。
ちょっと後にしよう。一回、もう一回電源切ろう。タッチパネルは効く。効いた。よし。よし。よし。じゃあもうはめちゃいましょう。ちょっとタッチ ID については、後で検証しましょう。ギュッと、パチンと。よし。よし。よっしゃ。もう一回電源入れましょう。よっ。ドン。この動画ほとんど使えるとこないね。ひどい状態になってる。きた。再起動後にはパスコード。パスコードなんだっけ。はい、ということでございまして、無事ね、ログオンできるようになりました。ロック解除すれば入れると。ただ、タッチ ID がどうも使えない状況のようです。この iPhone ではタッチ ID をアクティベートできませんっていう表示が出るんですね。ちょっと初期化されたのかなと思って、もう一度タッチ ID の設定画面に行ってみたんですけども、設定しようとすると指を置くその設定画面に入った瞬間に完了できませんでした、戻ってくださいみたいな表示が出てしまうという症状がちょっと出てしまっております。まあただね、画面の方はもう完全に見えるようになって使えるようになってますので、ちょっとね、嫁にはこれで使っていただきながら、タッチ ID のアクティベートができませんという文についてはね、ちょっと別途調べて、解決したいと思います。まあ何にせよこの液晶画面の交換というものについては大成功でございます。はい、本当にね、3000円ぐらいで結構ね、まあ動画先ほど見ていただいたようにね、手こずる場面もあります。とやっぱりセンサー部分とか、あくまでね、液晶画面というところになってくるので、ボタンとかね、そのセンサー類の部分っていうのは付け替えないといけないんですけども、そこがすんごい細かい、すんごい細かい、そこでやっぱり手こずりますね。なのでその辺を、今回みたいなことにもなりますし、自分の責任のもとやれるという方であれば4000円かからないぐらいで、まあ画面割れとか、気象表示おかしいとかそういったことは解決するということでございます。まあでもね、やっぱりちゃんと修理した方がいいのかなっていう感じはしますね、自分でも。はい、ということでございました。皆さんももし興味あれば試してみてはいかがでしょうか。いや、あんまりおすすめはできないなそれでは皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。お楽しみいただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、じゃあの。